羽塚駅は、かつて、愛知県西尾市にあった、名古屋鉄道、平坂支線の駅。愛知県統計所によると、年間乗降人員及び荷物取扱医量は、以下の通りである。路線跡は整備され、愛知県道43号岡崎壁南線となっており、当駅跡地も、道路の一部となり、痕跡はない。駅の、おおよその位置は、県道43号。 羽根塚本郷交差点付近とされる。軍需工場行員輸送のため、重崎駅が羽根塚駅側に約400メートル移転した影響もあるという。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年884ページ。愛知県統計書。大正3年京弁鉄道の4、京弁鉄道の6、愛知県統計書。 大正四年、京弁鉄道の四、京弁鉄道の六、愛知県統計所。大正五年、京弁鉄道の四、京弁鉄道の六、愛知県統計所。大正六年、愛知県統計所。大正七年、愛知県統計所。大正八年第一編、愛知県統計所。大正九年第一編、愛知県統計所。大正十年第一編。 名鉄の配線を歩く徳田孝一編長。ISBN4533039235 から。ありがとうございます。